こんばんは、速稼塾の久保です、今回ね、花嶋さんが言われてたこと、言葉がまとまらないのはよくわかります。結局こういうことなんですよ。女性経験がないことでもしかしたら人は悩んでるかもしれないけども、そっちの方がいいじゃんっていう考えもあるんですよ。女性経験があるからこそ、まあ余計なことを抱え込むとかね、女性経験があったりとか、まあそれほどの女性がいるのかっていうね、視点でも言わないといけないですね。その関係を持ちたいような女性が果たしているんだろうかとか、ね、まあこういうことを言うとまたね、女性蔑視とか言ってどっかの森会長みたいに言われちゃうんですけども、その結局それをしたことによっていいことがあると思っていたけど実は絶望だけだったとかっていうね、そういうふうな人生もあるわけですよ。まあ、ですんで書いてよかったじゃんみたいなね、考えもなければいけないのに、その女性経験がないことがまるでね、引け目に感じるっていうのは誰に対してなのかなってことなんですよね。だからその人自身が渇望していて、あまりにもモテずに、あまりにもコミュニケーション不足で、あまりにも、自分のことを理解してくれる方がいなくって、その女性経験がないっていう現象に行き着いてるんだとしたら、そのご本人さんのね、対女性に対するものだけではなくって、まあ、根本から見つめ直さないといけない人間の原因が、人間に原因があるかなっていうことになってくるんで、ことはもっとね、深刻な悩みだと思うんですよ。でもただその女性経験がないだけで悩んでるんだったら、全然それらに気にすることがないというかね、むしろそっちの方がいいんじゃないかなという意見も相談を受ける側としては持っていた方がいいかなと私は思うんですよね。だから要するに多くの方が女性経験がないことがまるでね、恥ずかしいとかね、二十歳になってそんなことも知らないのとかね、30になってマジかよみたいなのは一意見であるんですよね。一意見であるけども大多数の人がそう考えてるわけですよ。なぜなら人生普通に過ごしてるとね、まあ二十歳前後はともかくね、30ぐらいになったらそれはやってんだろうみたいなね、そんな経験ぐらいはあるだろうみたいになるからなんですよ。でもそうじゃない人もこの世の中にいるってことは現実ありますしね。じゃあ逆に言うと、じゃあ10歳でもうね、そういうことが済んでる方どうなんだっていうことなんですよ。結局は多数意見が頭に入ってるがゆえの評価になってしまうんですよね。でむしろどうなんですかね、単なるその女性男女関係っていうかね、その恋愛関係ない方が楽なんじゃないかなとか、面白い考察があるんですよ。このね、日本の生産性を落としてるのは、ひいては人類の生産性を落としてるのは恋愛やそれから子育てがあるからだっていう意見なんですよね。それがなかったら、なんかね、ものすごく世の中の生産ってのは進むだろうということなんですよ。ただ人類としての寿命は短くなるけどねってことなんですよ。で要するに恋愛をする間に自分の活動止まるってことなんですよね。まあこれはね、やっぱりこう男性視点にはなるんでしょうけどね、きっとね、なんかそのわがままに付き合わないといけない時間とか、例えば女性に何かのプレゼントをするとかっていうのは完全にストップらしいんですよ。だからそれは商売を仕掛ける方は女性の欲望を喚起した方がいいんだろうけど、まんまとそれにハマってしまうのは男性の方だというね、これ池上彰さんかなんかだと思うんですけどね、すごいことたまには言うなと思ったんですよ。さすが YouTube だと思ったんですけど、池上彰さんじゃなかったかな。だから人間がその恋愛や家庭ってものを持たなかったら、でも個人としての能力はもっともっとね、伸びるとかいうことだったんですよ。あ、そんなもんなのかなと思ったんですけど、まあ、ちょっと話飛んだんですけども、結局そのね、女性経験がないことを思い悩むぐらいだったら、もっと他にできてないことに思い悩んだ方がいいんではなかろうかというね、そんな返しにもなりうるクエスチョンだったと思いますけども、まあ言いたいのはね、それはそんなに問題じゃないんじゃないかなってことなんですよね。はい、人っていうのはその経験とか知識を使いこなせない人にそれを与えてしまうのはとっても不幸なことだという考えもあります。まあ、例えば多くの人がね、今インターネットやスマホを手にしてますけども、なんでそれでも不自由なんでしょうかね。この壮大なテクノロジーを手に入れたのに全く生産性が上がらなかったり、無意な日々を過ごしていたりとか、しかもそれにね、自分はすごく有益なものを感じてしまってるというね、こんなこともあるわけですよ。何なんでしょうかね。というところでね、今回はね、モテるモテないからちょっと離れたんですけども、それ多くの人が思い込み、多くの人の思い込みじゃないかなと、
しかもそこに自分も入っちゃってるというね、うん、我々としてはやっぱりね、多くの人が思ってることはそんなわけないんじゃないのっていうような視点をいつも持たないとなかなか勝ち残っていけないかなと思うわけですよね。というところで、僕は僕であるための答えを持っていなかった尾崎豊みたいですね。よし、じゃあ次回は尾崎豊さんでズームイン。